確率統計です。で、中1、中2、中3で、それで、中1が、資料の整理で、中2が確率で、中3で、なんだったかな、中3で、よいしょ、いや、標本調査だったんですね。それで、ここっていうのは確率統計って一つの、枠の中で扱った方がね、勉強しやすいと思いまして、今回一冊にしてみました。で、順番として、まあ、中1、中2、中3ってやった方がいいのかもしれないんですけども、中1の、確率統計、中3の標本調査、そして最後に確率っていうふうに、中1、中3、中2っていう順番でやることにします。で、そこでですね、まず今日、第1回目なんですけども、6ページにご覧になってください。資料の整理なんですね。で、今ね、本当に統計っていうものに知識がないと、まあ、中学生とか高校生ではピンとこないと思うんですけども、そんな方たちは社会人なんかやっぱり統計の知識がないと辛い部分があってね、所定期はもうほとんど統計の方に並んでるでしょ。で、そういう意味で統計がまた何だっけ、使用要領でまた復活しましたので、まあ、とにかくやっていきましょうかね。で、6ページご覧になってください。資料の整理と活用ですね。で、まず最初に、まあ、バーって数字並んでますよね。これ100点満点の出題のテストの結果なんですけども、このようにデータ前にバーって出されたって何が出たか分かんないでしょ。で、これをどうしたらより分かりやすくね、ここからどういう情報が取れるかな、情報を取りやすいためにはどういう形に並び替えたらいいかなっていうことをここで勉強していきます。で、そこでまずやるのは度数分布表というものなんですね。で、まず皆さんもまず思うのは、まあ、こういうふうに点数がだらーっと並んでるときに、じゃあまずとにかく、例えば10点台、20点台、30点台で各その、図1のようにね、20点、30点、それどのぐらいまず資料っていうのはこの点数のこと言うんですけども、あるのかなっていうのをまず知りたいと思うじゃないですか。だから、そう、大体最初にこの図1ですね、図1のように20点台、30点台、40点台、50点台に、まあ、とにかく、まあ、このデータを並べてみようかなっていう気になるでしょ。そうすると、この 図1を見ても、なんか今一歩ピンときませんよね。我々は、この点数を知りたいわけではなくて、その、得点、例えば30点台だったら30点何人ぐらいいるのか、40点台だったら何人ぐらいいるのかっていうのが知りたいんであって、その一個一個の点数を細かいところまで知りたいとは思わない、知りたくはないわけですよ、それほどね。じゃあそこで、じゃあどうしたらいいかっていうところで考えたのが図2なんですね。この20点台って言われても幅があるので、もうね、20点台ってあるでしょ、20点台って言われたって、なんかこれよりも20点以上で、30点未満ね、まあ、この枠の中に24点ってじゃなくて何人いるのかなというふうにやった方が、この図1のデータよりも図2の方の表の表現した方が分かりやすくありません。ここ20点台とかに24点っていうのがこういうふうにねあるよりも、20点以上30点未満のところに1人いるんだと。次に30点、まあ、左側全部以上なんですね。ここ気をつけなきゃいけないんですけども、ここね、ここ気をつけてくださいね、これとこれね、これ気をつけてくださいね。で、こっちは、40点で、そのここには2名と、ね、こっちだと30点台に30点と36点というよりも、こっちの方がね、よりこの、上のこの点数の中からよりこういろんな情報が読み取るような気しません？で、このように漢字の20点台っていうよりもちゃんとこのね、幅をつける、ね、何点から何点というように幅をつけたの、これをそれぞれこれ階級っていうんですね。これを階級って言うんですね、階級。名前を覚えてくださいね、階級って言います。
そしてこの20点以上30点今この間のことを階級の派閥と言います。階級の派閥ですね。よろしいでしょうか。でこの何名かっていうのをこのね資料、この資料、まあデータのことを、このことをこれ度数ですね。度数、だから20点以上30点未満っていう階級には、1人、ね、で30点以上40点未満っていう階級には2人、その2人何人かそれを同数。でそうやっていくと各階級にどれだけどういう人数が分布しているかっていうのが分かる。だからこの図2のことを同数分布表って言うんですね。同数分布、同数が資料がどのように分布しているのかということなんですね。だからまずこれ大事なことはまずこれね、階級というものを自分でこれっていうのは今回これ10点の幅でやりましたけど、これは、それぞれこう自分の判断で作ってもいいですね。ただこの階級の幅ってね、短くする、広くすれば 広くすればいいってもんでもないし、また狭ければいいってもんでもなくて、それは資料、こういうの資料って言うんですけど、資料の、点数のを見て大体こう自分で判断するですね。でまあ、今回は10点台テストの点数なのでね、10点台の幅が一番、整理しやすいと思って、まあ、10点の幅でやってるんですけども、ね、だこの階級の幅っていうのは常に一定ではありません。資料によって、いろいろ変わってきますけどね。よろしいでしょうか。だからまず言葉を覚えてくださいね。こういうのをこれを書く階級というのですね。この間幅だ、これも幅の場合だと20点から30点なので、ちょっと幅は10点の幅で、度数分布表が作られているんだということなんですね。よろしいでしょうかね。であとですね、この中でですね、階級値っていうのはですね、あともう一つだけここで覚えなきゃいけないのは、階級の幅度数、あともう一個階級値っていうのを知らなきゃいけないんですね。で階級値はここではあまり重要性がわからないんですけども、もう少し先ほどの階級値の、利用度、階級値はどんなに重要かっていうのが分かってきます。で階級値なんですけども、これは階級値っていうのはちょうどこの階級の幅の中央の値を階級値って言います。だから20点以上30点未満だから、この階級値はどうやって求めるかっていうと、この両方を足して2では平均です。だからもしこの20点以上30点未満の階級値はって言われたらば、20プラス3、こういう計算すればいいですね。だから、25か、だから階級値は25点になるんですね。で、これ、ですね、この本に対する質問じゃなくて、この別の本のど本で、読者からの質問が、出版社経由で来たんですけども、20点以上30点未満なんだから、ここは30は入らないんだから、ここは29じゃないかっていう質問が大人の方から来ました。で多くの人がそうなんですけども、やはりね、慣れていないっていうか、ですね、皆さん、ね、自然数のものを考えてしまうんですね。自然数で考えてしまうけども、20点以上30点未満ということはこれ未満なんだから、 29.9999 でも構わないわけですよ、ね、そうで 29.9999 って言ったら、まあこれは近似値として約の30として見てもいいだろう。しかし30点はここには含まれないという前提であると、やっぱりこの階級値、この階級の真ん中っていうのは20と30を足したで2で割ったっていう感じで、足したものを、この20と30を足したものを2で割ったものが階級値なんですね。もう 29.9999OK なんですからね。ですから、もう30って見ましたらもう29しかありえないと思ったら、それはいけないですね。よし、まあ、今回たまたま点数だからね、21、22、23、24で自然数という値しか取らないですけども、しかし2万ということには、29.99999、これまで OK なので、だからもう30と見たらば、この階級中央の値っていうのは、20と30足したものの2で割った平均にならなきゃいけないので、25です。
じゃあここはだから30であって29にはならないということなんですね。なんかこの辺ちょっとやはりね慣れてないと皆さん勘違いする方がいらっしゃいますのでね、よろしいでしょうか。だからここでは分布ね、分布っていうのはこの資料の広がりですね。この最初の数字だけだったら広がりわかんないですけども、このようにある階級を決めて、その中にどれだけの人数がいるか、その人数のことをこれどうするという表現をすると、人数って資料と思いますけども、ね、よろしいでしょうか。で階級にはこの幅がある、とこの幅というのはこのここから右から左にこれが幅だから 30-10 が10点の幅で、度数分布表が作られている。でその階級の真ん中の値を階級値と言うんだ。で階級値 の重要性ってもう少し先言ったら話しますか、よろしいでしょうかね。じゃあ、ここまででまず問題をやってみましょう。7ページです。で左ページの度数分布表2から以下の角度について考えてみましょう。まあ、ちょっともう説明しながらお話ししてしまいましたけども、まず階級の幅ですね、まあ、丁寧にやっていきましょうか。もう一回ね、階級の幅なんだから、階級はこれ見て20点以上30点未満、30点以上40点未満ですから、これはもう当然どう見てもこれは階級の幅、これはまあ変に計算しなくてもね、これはもう読み取って構わないです。階級の幅は10点と、こういうのも大丈夫で、変に強いて式を書く必要はないですね。で次2番で、40点以上50点未満の人数は何、あそこでですね、ごめんなさい、先ほどでは、ここにしましょうか、ですね、40点以上、ここすごい大事です。50点未満、ここすごい大事なんですけども、先ほども赤入れましたけども、よいしょ、これ、ここ、これポイントです。で、50点の人、6ページの方の図1を見てください。30点、40点、50点とこ太文字になってますよね。これ何かっていうと、例えば50点だったらね、あと40点台の、40点取った人は、以上だからここの階級に入ります。40点の人はね。しかし50点を取った人はこの階級は未満なので、すぐ下のこの50点以上、なんか当たり前のようなことなんですけども、60点以上ですね。50点の人はこちらでなくてこっち側に入るんですね。よろしいですか。そこだけを注意してほしいですね。だからそうなると40点以上50点未満の人数は何人ですかっていうのを度数分布表で取って、まあ図2をねご覧になっていただければ分かれば、40点以上ここですね、そうすると、5人ですね。だから左側の自分で図2の度数分布表をまず作ることがポイントですね。だからカッコ2ですね、は40点以上50点未満ですから、ここは5人ですね。で3番、一番度数の多い階級はどれですかっていうのが当然バーって見ていくと8人っていうところが一番大きいですから、いわゆるここの階級は60点以上70点未満、これ未満とか以上これ大事ですよ、これ入れないといいんですよ。60点以上70点以下とか言ったらダメですよ。この以上未満っていう言葉ね、これすごい大事です。しっかりと気をつけてください。で各階級の階級値を求めてください。さっきやりましたよね、階級値というのは以上と未満ね、 A 以上、ここ右と左のこれの平均でいいんだという話しましたね。そうするとまあこの辺も暗算でできると思うんですけど、まあ正確ちゃんとやればね、ちゃんとやればですよ、まあ最初まあね、2分の20足す30から25というふうに、まあ丁寧にこうやっていけばいいんですけど、30足す40だから35というふうに、まあこうやっていけばいいんですけども、この程度だったらもう皆さん問題ないと思いますので、階級値は25点、まあ、20以上30未満の階級では25点、次は35点、45点という、55点、
もう暗算で大丈夫でしょうね、その辺はね。で、65点だと。65点。図2からですよね。で、まあ、65点、75点、まあね、75点、85点、95点となっていくんだね。ということなんですね、回復値はね。よろしいでしょうか。さてと、じゃあそこでですね、言葉の説明終わりましたので、問いにですね、じゃあ資料から度数分布表を作ってみましょうと。で最初、階級の幅こちらで、決めました。いわゆるこれですね、ハンドボール投げる記録なので、5メートルっていうことにしました。うん、10メートルだとやっぱりちょっと幅広すぎちゃって、あの度数がうまく散らばりが見えないので、5メートルにするといい散らばりになると。だこれは本当に資料から自分でね、これ選べ、自分であの考えてやるのが一番いいんですけども、で今回は、5メートルの幅で、度数分布表を作ってみた。でこういう時はですね、でどういうふうにこの度数分布表に数を入れていくかなんですけども、これはよいしょ、こうすればいいんですね。10以上15未満でしょ。でも最初に繰り返ったら下は全部以上で右側未満ですからね。15、20、20から25で必ずここね、この右上と右左、左下、これ常に値がこう等しくなっていきますから、あの確認するときにですよ、たまにね考え、勘違いして今度ここが30になったりとかなんかしちゃいますからね。25から30から35、必ずこういう感じですからね。で、やり方なんですけど、こうやっていきます。あの便利なのが正の字ですね。ほら、数数えて日本の場合書いては正の字作って、これ1個できると5っていう塊になるでしょ。でイギリスなんかはこうだったかな、こんな感じだったかね、技術人がこんなの。まあ、日本の場合だからこう書いてある。まず17メートルってあるでしょ。17メートルだからここに入るから、まあ、正の字ちっちゃく書いてあるよ、これね。で、22だから、ここだなっていう感じでさ。で、19だから、15、20でしょ。で、22がここでしょ。で、19はこっちですよね。で、14は、いけないでしょ？あ、これがいけない。ごめんなさい。これが間違いです。ここに度数ですね。ここに度数ですね。で、14はこうだ。というように、右側に小さく書いて、正の字をどんどん書いていくんですよ。で、終わった時点で最後数数えて、数字にしていけば、必ず、なんだろう、取りこぼしがないということですね。だからそういうふうにやっていけばよろしいと。そうすると答えは、2、4、6、3、1。で、最後必ず合計入れといてくださいね。これ16でやる。というふうにですね。だからこの正の字をどんどん書いていって、で、それ後から読み取って数字にしてやれば、で、必ず消していくんですよ、こうやってね。消していかないといけないです。で消しながら正の字を書いていけば、こういうのはあの取りこぼしがないですからね、よろしいでしょうか。同様に問い3も全く同じように、だからこれ几帳面にコツコツやればいいもん、いいんでね。この正の字が本当便利ですからね、よろしいですか。そうするとこれが便利でしょ。だから問い3の方もまあそういうふうにやっていくと、これはあ、まずそうですね、で度数分布表の特にここですね、ここに単位が必要になってきます。階級ですね。細かいのですけども、書かせたりするときもありますよ、入試なんかで。で、ここ、キログラム。で、ここ、人ですね。よろしいですか。だから、それを、確認の意味で、空欄にしておきました。だから、問いさんの場合は、階級でしょ。で、階級はこれ、キログラムですね。キログラム。で、度数は、度数は人なので、これ人、これ入れてください。よろしいでしょうかね。
で、あとはもう、階級の幅を5ずつにしたっていうふうに書いてありますよね。だから、よいしょ、35からスタートしてますから、35から40、40から45、45から50、50から55、55から60、60から65とね、よろしいでしょうかね。まあ階級の幅ってここからでも見えますよね。これでも分かりますし、この上下の関係からでも幅を読み取れますからね。よろしいでしょうかね。で、そうやっていくと、どうなるかっていうと、これも正の字を書いていってください。正の字を書いていっていただければ、ここにね、ここに、ここに正の字をさ、こうやってね、こうやって書いていけば、後から、そしてここから読み取ってくる数字書いていけばいいでしょ。そうすると、247443になって、最後計24になります。ここが24なんですね。24になります。いいですね。よろしいでしょうかね。だからまずここでは名前ね、その、階級とか、度数とか階級値とかね、その辺の言葉の意味をしっかりと理解していただければよろしいかと思います。よろしいですかね。ではまずここまで基本的なお話はこれで終わりにしたいと思います。